皆さんこんにちは。街中図書館情報のお時間です。本日も街中図書館より田村さんと岩間さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。田村さんはもう出演1年になりますが、なんと今日から岩間さんという新しい方を来てくださいましたそのちょっと自己紹介をお願いします。はい、今年度から街中図書館 の企画のグループに移動になりました岩間と申します。増田の後任になります。昨年度までは2年間中央図書館にで働いてました。お願いしますということで、新しいメンバーをお迎えして来月 のイベントの方をですね、お知らせした、お知らせしていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずこちら表面になりますね。じゃあ最初は表面の、そうですね、中央ステップの真ん中の5月25日土曜日の2時から3時対談、館長が今会いたい人、一箱本棚オーナー、オーナー図書館って何ですかということで、街中図書館から徒歩3分の場所に3月31日にオープンした人なる図書館、旧中部コインビルをリノベーションした館内にはオーナー製の一箱本棚が並び、本棚オーナーが、選書した本を楽しむことができます。ここ最近、全国でも増えてきているミン図書がついに豊橋でもスタートということで、この図書館の立ち上げの思いだったりとか、オープン後の様子などを、桜田様ですね、人なる図書館の館長の桜田様にお話しいただきます。こちら毎月館長が気になる人ということで、対談のトークショーのイベントになってるんですけども、予約は特に必要ないので、気になる方は当日この時間に中央ステップに来ていただければと思います。はい、で続いてその下ですね、街中シアターということで、これ毎月子供向けと大人向けと1回ずつやってるイベントになるんですけども、中央ステップでこう200インチぐらいなんか大きい大型スクリーンで映像作品を見ることができて、まあ、映画館みたいな感じで、はい、楽しめるイベントになってるんですけども、5月はゴールデンウィークがあるということで、3、4、5、6と子供向けの、作品を毎日上映をします。時間は10時半からで、はい、こちらも特に予約等は必要ないので、たくさんの子供たちに来ていただけたらなと思います。全部気になります。ぜひぜひ毎日来てください。で続いて右下ですね。館内っていう、そうです。そこ、館内周遊ツアーということで、5月の4日、5日の2日間は、2時半から3時まで30分間、館内周遊ツアーということで、これで街中図書館が開館から2年半ぐらい経って、そうなんですよ。たくさんの方にご利用いただいてるとは思うんですけど、これで、まあ、新年度に、もなりましたし、改めてなんか街中図書館の、どういうとこかみたいな、どんなスペースがあるのかだったりとか、どんな使い方ができるのかっていうのをスタッフが周遊しながら解説するものになりますので、初めて豊橋に来たよっていう方だったりとか、まあ、いつも使ってるけど使い方改めて知りたいななんていう方は来ていただけるといいかなと思います。はい、でこちらも事前予約は必要なくって、当日先着順ということで、30分前より2階のインフォメーションで整理券を配布しますので、気になる方は、当日30分前に来ていただければなと思います。はい、で続いて裏面ですね。じゃあここでちょっと岩間の初登場ということで、はい、平山さんに読んでいただければと思います。はい、ですね、E のオレンジのところ下の左下のところ、左の下のもうちょっと下の5月4日と5日のところですね。はい、ここを紹介させていただきます。5月4日の土曜日の2時から2時半までの30分ですね、パフォーマーアンミッコのバルーンショーということで、風船をですね、大きく長く膨らましてもらって、いろんなものを作ってくださいます。で作ったものはですね、もしかしたらもらえるかもしれないので、よかったら遊びに来てください。5月の5日日曜日はですね、1時30分から2時までの回と、
3時30分から4時までの回、2回あるんですけれども、マジシャンミッキー横田のマジックショーということで、テレビ出演も多数している地元豊橋のマジシャンによるマジックショーをしていただきます。お子さんが見て楽しめるマジックですね、たくさんやってもらえますので、ゴールデンウィークでどこ行こうかなって、お外はちょっと疲れたなっていう方はぜひ5日と4日と連続で街中図書館でイベントやってますので、ぜひ気軽に来てください。申し込みと必要ありません。続いてですね、真ん中の F のところなんですけど、もうちょっと上の5月16日の木曜日のところですね。5月16日の木曜日の1時30分から3時30分まで、よろずビジネスセミナー、小さな企業やお店が販路開拓に使える補助金を活用しようということで、新サービスのための投資ですとか、顧客満足度を高める店舗の改装、あとはお問い合わせ向上率を図るホームページの作成等を実施したいと考える小規模事業者の方向けのセミナーになってます。販路開拓のですね、取り組みを応援する小規模事業者持続化補助金という補助金があるそうなんですけど、この補助金の概要ですとか申請書の作成のポイントをお伝えします。でこちらは予約制になりまして、もうすでに申し込みは開始してるんですけれども、ホームページのイベント予約システムで申し込み受け付けてます。定員が10名で、講師はですね、愛知県よろず支援拠点豊橋サテライトの高橋様にお願いしてます。と次にですね、右側のピンク色のところなんですけど、5月6日の月曜日のところですね、もうちょっと下らへんの、もうちょっと下の、そこです。はい、5月6日の月曜日ですね、10時から2時まで水上ビルの朝市の連携企画としまして、出張街中図書館を開催します。朝市のところに街中図書館も本とかを持っていかせていただいて、この時間ですね、出展させていただきます。街中図書館の目の前にある水上ビルで毎月第1月曜日に開催されている朝市に街中図書館が出張しますということで、図書館スタッフ司書さんがですね、各エリアの棚から本を選書してくれまして、その月のテーマに合った本が並びますので、ぜひ来ていただいてじっくりお楽しみください。今月のテーマは、今月のテーマ、今月のテーマはちなみにリフレッシュです。1ヶ月経ってね、ちょっとだいぶ疲れが溜まってきた人もいるんじゃないかなということで、リフレッシュのテーマで選書をしています。ありがとうございます。はい、とっても落ち着いた声で聞き惚れてしまいました。素晴らしいですね。ありがとうございます。緊張してますけど良かったです。1年追い越されちゃって大丈夫かな、心配しますすごい上手、その喋りられている感じで素敵でした。でもゴールデンウィークがやっぱりありますので、親子向けとか、はい、そうですね、すごいいっぱいイベントがあって、はい、私もちょっとお邪魔させていただきたいと、はい、ぜひ思います。毎日ありますので、はい、たくさん来てください。はい、詳しい情報などは町中図書館のホームページなどをご覧ください。はい、そしてこちらでお知らせにはなりますけれども、町中図書館情報ですが、今月をもちましてしばらくちょっと放送休止とさせていただきます。ただまた再開する際にはパワーアップしてこの3人でお届けできればと思いますので、はい、皆様それまで少々お待ちください。それではまたお会いしましょう。またねー。バイバーイ。